おはようございます。おはようございます。本日は千葉県にあります太平洋クラブ市原コースにお邪魔しております。2021年、2回目ということで、スイング解体工事はだいぶ終わってきたんで、うん、インサイドアウトの度合いを、うん、やっぱりクラブパスをちょっとこうストレートに近づけるっていうところで、うん、まあ、やっぱり左にねじれない球を打っていくっていうのがテーマですね。まあ、スコアっていうよりもちょっとやりたい動きを求めて、はい、今日もさまようという感じです。さまよいましょう。よろしくお願いします。お願いします。180ヤードです。6番パー3。はい。7。はい。スペシウム光線。え？ウルトラ7。スペシウム光線ウルトラマン。7の技は？ワイドショット。それだ。アイスラッカー。アイスラッカー。エミリウム光線。上行っちゃった。右目。開いてしまった。ちょっと。どこだ？ここにいました。6番。うん、ちょっと右に出て。おお、私の先生。前回のシャフトは 105X だったんで、モーダスのそれ軽かったんで、ちょっとここに鉛を貼ってたんですけど、これ外さないとちょっと振り遅れますね。やっぱ振りに行くと。さあ、タグム選手、私のマークの上を通って右にカーブしてくる。先生となってください。弱いか全然。いや、そうなの？弱い。いやいやいや、ラインはでもやっぱり合ってましたね。要するにこっちの上りに打っていく分だけちょっとこう、うん、影響を受けるからショートするとだよね。すごい山。いいんじゃない、いいんじゃない。おお、めっちゃ食う。まだ切れるよねこれ。しっかり打った。いやー、男前。上がす。ふう、飛ばす。木の上だよね。上ちょい左がベストかな。後半は今のところちょっと上手い人になってる。落ち着いてます。あ、いいんじゃないですか、うん、真上からドロー。いい、ね、これいいよね、うん、上からドローしてた、うん、狙いはどこでしょう。木の上で。左は厳しい。抜けるかな。絶対抜けないっす。280まだある。あっちは何？何なんですか？あ、OB。え？今で200。205番。もう全然2もいけるねこれ、うん。どこ打ってるの？これ OB じゃん。本当はね、ルール的に。公式競技ではこの試合中にカスタムすることはダメなんだけど、重たくて振り遅れてるっていう、あの7番とか絶対それの感じなんだよ今。いい、黙り取っときゃよかったね。あ、手前、手前。 111P、はい、トップっぽいサウンドが入れたらパーだからね。58 52。入る感じではない。おお、でもスライスなんだ最後。いいよ、うん、ナイスタッチ。久々の裸のカップ。ナイスー。ボギー。いい音。354、ここは、はい、はい。みこし、みこし。
シーピン。下半身が狭いね、このティーイングエリア。狭いし硬いし。右です。右はどうなんでしょう。バウンド見えた。おお、見えたらしい。うわ、めっちゃやらけ。130ぐらいですね。フォロー9番。どうなんだ、うまく滑ってたこれ。ああ、ショート。おお、ちょいショート。やっぱちょっと噛んだ分ちょい噛みましたけど、うん、まあナイス。まあライが悪かったからね、今ね。ナイス。139番。あっちから何も見えてない。カメラでは全然わかりません。うまい。おい、よし。おお、強い。スライスあるとすればスライスだけど、いや、スライスって言うてるやん。やや下りっぽい。フック最後だけ、最後だけでしたね。ちゃんとマネジメントするって誓ったから、うん、振りたい衝動を抑えて、うん、いい。あ、出す。いいとこだと思います。ここですね、マリオカートのさ道みたいだね。レインボーロードみたいな、うん、レインボーロードにしか見えないときや。スネークカーブ。ジュゲム助けてくれ、ジュゲム。それはどのゴルフ場でもアウトだと思った。君か。お、まっすぐ行った。キープなるか。あー、おー、いったいったいったいた。めちゃくちゃ狭いフェアウェイキープ。レインボーロードめっちゃ狭い。雲は左からだ。でも48で、はい。ピンが奥だから、これでがっついてこう。あとは距離だけ。左行っちゃったらダメ。うわー、そこが遠ざかっちゃう。いや、でもナイス。あざっ。意外とピン奥だから距離はありますね。72ダフる気しかしねえぜ。これでも奥の傾斜にドーンってぶつかってもなんか戻っていきそうだけどね、見た目の威圧感は。まあ、ちょっとこすった感じになっちゃったかな。左足下がりでちょっとね、面が上向いた分こすっちゃったって感じ。おっと、ラインを厚く読んで強めに打ちましたが、カップ際はそんなに切れなさそう。全然全体的に切れてる。まあね、厚く読んで今のは左に外すのは嫌だと思った、うん、頑張った。ナイスです。後半頑張った、うん、一応マネジメントしたらちゃんと30台で回れたっていう証拠 VTR。 はい、お疲れ様。お疲れ様です。